今回ご紹介するのは、中二病を発症した友人とイッチとのエピソードです。突然イッチの友人は、メールで多重人格を告白してきたのでした。安価で返信する内容を決めていきますが、果たしてどんな展開が待っているのでしょうか。友人がいきなり多重人格告白してきた、前編。明日の日程とかをメールでやり取りしてたらいきなり。お前なら信じられるし話してもいいかな。驚かないでくれよ。誰にも言うなよ。信じてくれないかもしれないけど、俺の中には複数の人格がいる。多重人格ってやつかな。まだお前にしか言ってないんだ。信じてくれるか？ってメールが来た。ネタなのかマジなのかよくわからんが、こういう場合なんて返せばいいんだ。安価がいいかな？本当の多重人格者は自覚がない。そうなのか。じゃあネタなのか？とりあえず安価、10。くくく、エイラが復活したか。エイラのコピペを送る。10。昔、妹は二重人格だった。中学生の頃、妹は二重人格だった。なんでも、日を見ると、エイラ、エイラという、魔族の人格が現れるそうで。真っ暗な部屋の中で唐突にマッチを吸っては。へへ、久しぶりに外に出られた。この子娘は意志が強すぎて困るぜ。などと乱暴な口調で叫んだりしていた。ある日、夕食の時に、エイラが出たことがある。突然おかずの春巻きを、手づかみでむしゃむしゃと食べ始めて。久々の飯だぜ、と言った。食べ物関係のジョークを一切許さない母が、エイラの頭に原骨振り落とすと、エイラは涙目になっておとなしくなった。それ以来、食事時にエイラが出たことはない。そして別人格とやらは、妹が高校に入ったあたりでパタリと出なくなった。最近になって、大学生になった妹にその頃のことを尋ねたら、クッションに顔を埋めて、手足をバタバタさせてのた打ち回っていた。いくらなんでも長くねえか。とりあえず字打ち中。まだか。送った。全部手打ちでやっちゃったじゃないの。来た。なんだよこれ。俺が冗談言ってるって言いたいの？がっかりだ。がっかりされた。24。24。別人格って認識があるの？24送った。俺にはどう見ても嘘ネタにしか見えない。前から中二病っぽいところあるし嘘つきだし。サイコ中がいると聞いたのですが。通過すれ立てるまでもなく中二病で確定だろ。面白そうだから付き合うけどさ。来た来た。認識？俺から見てのこと？記憶が飛ぶこともあるけど、たまーに俺と他の人格が混合したままの時がある。だからなんとなくわかる。35。35？ 遊戯オツ。35送った。ちなみに今までは、多重人格っぽい素振りなんか見せたこともないぞ。来た。漫画と一緒にすんじゃねえよ。しかも他の人格と話すことなんてできねえし。46。46？ 今のお前の人格は本来のお前の人格じゃないとしたら、どうする？46。送った。来た。俺は本来の俺だよ。他の人格は性格が違うから、すぐわかると思う。学校では他の人格が出ないように、俺が必死で押さえつけてる。やべえ、他の人格会ってみてー。61。61、安価なら、47。47。乖離性同一障害か、精神病患者への世間の風当たりは強いから、治療頑張ってね。統計的には、性的な虐待とかのトラウマが原因な場合が多いんだけど、なんか思い当たる原因あるの？言えるのは、早く病院行って適切な治療を迅速に行うことが、今すべきことだと思うってことだね。61送った。わくてか。自称多重人格のやつって何歳？17。早く病院に行って適切な治療を受けるべき、という内容のメールを送ったイッチ。友人からなんと返信が来るのでしょうか。来た。は？何？何が言いたいの？おめえが病院行けよ弱いおつむ直してもらいな。もうメールしてくんなハゲ。なんで？72。72？ 君は誰だい？72送った。来た来た来た。すまん。今のは俺じゃない。いきなり記憶が飛んだから送信履歴見て慌てちまった。今の不良っぽいやつは、俺は赤の人格って名付けてる。他にも俺が確認してるのは3人だ。赤の人格。色かよ。83。赤の人格。色かよ。なんという赤。あれが不良っぽいのか。83。赤の人格。色かよ。バカじゃねえの。83送った。つまり他には青とかあるわけか。来たー。なんで信じてくれないんだよ。真剣なのに。
でも一つの人格をお前に見せちゃったんだから、嫌でも信じてもらわなきゃな。え？ 100？ 100？ 何言ってるのかよくわからない。怖い。100億だ。1と相手はいくつ？どっちも17。17にもなって邪気眼か。こいつはとんでもねえ化け物になりそうだ。来たん。俺も怖いよ。だからお前に相談してるの。メールだと、話すのと違ってただ字をポチポチ打ってるだけだから、他の人格が乗っ取りやすいみたいだ。どういう理屈なのか。116。メールだとどの人格と喋ってるかわかんないから、タイトルか本文の一番下に、赤とか、青とかつけてくれ。わろち。116送った。もし普通に話してて女の子の人格出てきたら、呼び方がいきなり変わったりするのか。ピュアな心を持つって大変なことなんだね。来た。それは無理だ。他の人格が出てるときは俺の意識が効かない。って、お前、青のこと知ってるの？青いる、青いる。135。135？ じゃああのとき俺を襲って俺としたの覚えてないんだな。お前がしたいって言うからしたのに。じゃあの。135。そういう流れに持ってくな。よくわからんから最後のじゃあの省いておくった。多重人格か。今カウンセラーに電話しといたからな。上って後悔させてやろうぜ。来た。嘘言うな。第一、長い時間人格乗っ取られたりしねえもん。で、青とは会ったことある？いや、青なんて言ってもわからないか。なんか頭大丈夫ですかって感じがする。160。160。148？ 二重人格って乖離性同一障害って精神病のことだよ。治さなきゃダメでしょ？病気は普通治療するでしょ？タゲの言ってること信じるし、タゲのこと考えて言ってるから怒らないでくれ。一人で悩むの良くないし、俺だけじゃ判断できないし、俺の親にも相談してみるよ。160送った。友人慌てるぞ。親はやばいな。しかも他人の親。ちなみに、タゲとは、ターゲットのことです。親に相談すると言われた友人は、どんな反応をするのでしょうか。来た。これはあなただけに相談していることです。他人を巻き込んではいけません。それに、あなたを信じてるみたいですし、どうやら彼は、真剣に悩んでるみたいですよ。あ、申し遅れましたが、私はタゲの他の人格。そうですね、多分青と呼ばれていると思います。敬語。六甲の水増えた。192。192。よう、久しぶり。だけど今はお前に用はないから、タゲ本人を呼んでくれない？192送った。都合が悪い返事を送ると他の人格に変わるのかな。なんとかレンジャーみたいに5色揃うのか。次は緑だな。緑はおっとりタイプかな。しかし、都合よく他の人格出てくるのな。お前さんは友人とどれだけ付き合ってきたんだ。なんで今まで出てこなかったんだ。それに他人格になると、記憶の欠如が激しいのによく覚えてられるな。一も大変な友人を持ったな。脳内友人ってのはなしな。まだ1年も付き合ってないな。でも仲は良かった。俺いつもカッター持ち歩いてるんだぜ的な、12秒なところもあったけど、来たん。私とあなたは、会ったことはないはずですが。会いましたっけ？今は主人格の方が錯乱してるので、しばらく待たないと呼べません。主人格様、228。228。1に変わって変身をする。そうだな、黒とでも名乗っておこうか。早速だがお前に忠告をしておく。近いうちにカノッサ機関なる者が、お前を捕らえにやってくる。お前は連中にとってまずい存在だ。逃げるか戦うか考えておけ。カオス。痛い。228億だ。かっこよすぎる。これは乗ってくる。お早い来た。カノッサ。存じませんね。あら、あなたは黒ですか。こちらにも黒と呼ぶにふさわしい人格がいますが、呼びましょうか。黒クルー。通過なんで呼び出しできんの。270。できれば銀と話したいのですが、琥珀でもいいな。270送った。女の子の人格があっても見た目あれだしキモいな。黒のキャラに期待。そいつが大学生になってリア充デビューできたら、このスレ送ってやろうぜ。鬼畜、来た。残念ながらそのような人格はいませんね。どうやら主人格の意識が起きてきたみたいです。なんで錯乱してたんだよ。301。301。黒というものだが今すぐメールの履歴を見ろ。私もお前と同じだ。10年前奴らに狙われてから、前の体はやられてしまった。今は、1の体を借りている。カオス。301送った。俺どうなったの？
これで、一の親に話が行くんですね。わかります。来た。また意識が飛んでた。メールの履歴見たよ。すまん、抑えられなかった。そしてお前は一体誰なんだ ?327。327。俺の正体だ。画像添付しておくた。イッチは、知らない外国人の写真をつけて、俺の正体だ。と送りました。返事早い。と思ったら他の友人だった。その友人から来たのは、明日セブンに何時集合?って、明日カラオケ行くことになってるんだけど、タゲも来るかもしれない、どうしよう。カラオケでカミングアウトしと、タゲに恥かかせろよ。安価行動ですね、わかります。返信楽しみです。来た。誰だよこのおっさん。大丈夫か?あと、これから0時を超える深夜になると、人格の入れ替わりが激しくなる。気をつけてくれ。おう。362。362。やはりこの世界では私の姿は受け入れられづらいか。とりあえず右腕に包帯を巻いておけ。お前だけじゃなく他の人格にも危険が及ぶ。いいか?右腕に包帯を巻くんだ。362起きた。グッジョブ。包帯って。明日包帯巻いてくるぞ。カオス。明日本当に包帯巻いてきたらどうするよ。来た。わかった。結構こういうことに詳しかったりするのな。あ、すまん、ちょっと風呂入ってくるな。上がったらメールする。風呂タイム。って帰ってきた時には、0時回ってるだろどうせ。次別人格が来るぞ。紫あたり来そうだな。そのままメールがやってこないに。生きてりか。本体が風呂入ってる間に別人格からメール来たら、それこそもう最高なんだけどな。友人に相談してみた方がいいかな。相談という名の公開処刑。暇だし友人なんか。405。405? お前なら信じられるし話してもいいかな。驚かないでくれよ。誰にも言うなよ。信じてくれないかもしれないけど、俺の中には複数の人格がいる。多重人格ってやつかな。まだお前にしか言ってないんだ。信じてくれるか?ワロス、ちょっなんで俺が多重人格になるんだよ。増えた。405。送っちまった。ちなみに友人はリア充オタだから、受け流してくれるといいんだけど。ループ。来た。うん、信じる。だから養女出して。ダメだこいつ。440。友人バロス。こいついいやつだな。440、ダメだこいつ。440送った。来た。なんだよ養女いないのかよ、お声文字。460。460、養女にこだわりすぎ。あんか、ヤンデレならいるよ。460送った。タゲはまだかしら。期待。ワクテか。来た。お前から出れられてもな。タゲが来るまで友人と雑談ですね。480。480。お兄たんなーに ?480 送ったわえ。友人から、キモい。そして、タゲから。今宵もすべてが目を覚ます。意味ありげ。500。500。お前死ねよ。ここに来て。500送った。なんか怖い。やばくなったら別人格のせいにしよう。向こうもやってたでしょ。平気平気。言い訳は俺の灰色の人格が。だな。来た。あんたこそ生贄になりたいのかい。誰これ誰これ。525。525。はいよ。525なんだそら。送った。来た。そうかい。なら近日お前に会った場で、お前を八つ咲きにしてもいいんだね。楽しみだな。なんかもう俺でさえ見てられない。548。548? 俺には相棒のグレイがいる。お前なんぞとは比べ物にならない強者だ。548送った。来た来た。失礼しまさた。0時を過ぎると他の人格が高揚してしまうんです。今のは黒、と名付けることにしましょう。ちょっと頭がおかしいんです。現在、他の人格が高揚しているため、主人格が出がたい傾向にあります。失礼しまさた。これ青だよね。582。582。ところでお色気ピンクはいないの?ねえってば。582送った。何色いるか知りたいところだな。もうそろそろ伝突したいところだな。ピンクまだ?来た。ピンクはいませんよ。現在私が把握しているのは、主人格、私青、赤、黒、緑です。女の意識を持つのは私だけですよ。青たん女だった。617。緑がいたんだ。3人じゃなかったのか。加速。617。青さん女だったのか、てっきりのんけでも食っちまう男かと思った。
617億だ。マジで？さあ予想外の事態になってまいりました。通過0時過ぎると、人格の入れ替わりが激しくなるとか言ってた割には、青しか出てこないじゃねえか。来た。まあ人格だけなんでどうしようもないですけどね。とりあえず、今日のところは、眠らせていただいてもよろしいでしょうか？これから人格の動きが高まるかと思うと、私たちも大変です。待て緑はどうした？652。652。とりあえず幼女の人格を生み出してくれ。できるだけ早く頼む。652送った。そろそろ終わりかしら。他の人格に、明日のカラオケとか現実的な話させようぜ。来たこれ。変な趣味ですね。私も眠くなってきました。では、おやすみなさい。え、ちょ。680。680。いいだろう。しかしお前が眠ることで、この世界は終焉を迎えることになるだろうがな。それでもお前は眠るというのかな？ 680 何それ？送った。これは乗らざるを得ないだろ。687。今寝たら、明日カラオケでみんなにメールを見せるぞ。追撃でもなんでもいいからこれを送るんだ、1。なんか来ないから、687送った。グッジョブ。とりあえず友人には根回ししとけよ。電話で叩き起こす必要があるかもしれん。まだ遊び足りないしな。来ねえ。電話もしてみたが出ねえ。すねたか。明日カラオケ来るやつに、タゲからのメール転送しようぜ。友人に、起きてる？ってメールしたけど来ないな。とりあえず今日はここで区切るか。俺も風呂入りたいし眠い。お疲れさん。何かあったらまた書き込んでくれー。今日は久しぶりに楽しかったぜ。明日どうなるか楽しみにしてるよ。じゃあ明日カラオケ終わって帰ったらすれ立てるね。おやすみー。メールは公開しろよ。おつ。待ってる。待ってるぜ。おつ。翌日、カラオケから帰ってきたイッチが、新しいすれを立てました。ちょ。別に落としてよかったのに。まあ保守ありがとうございます。帰ってきました。お帰り、報告、ワクテか。なんかいろいろあったんで、報告する。とりあえず説明しやすいように、カラオケに集まった4人に名前頼む。俺、820。タゲ、825。友人、ロリコンの、830。友人 B、835。820、サコンジ。825、シゲル。830、ペドロ。835、松崎。逆にわかりづらい。俺、サコンジ。タゲ、シゲル。友人、ペドロ。B、松崎。本当に逆にわかりにくくなった。つかごめん、飯食ってくる。本当にわかりづらいな。シゲルと松崎別人かよ。とりあえずロリコンがペドロってことだけは覚えたぜ。食ってきた。頑張ってあったこと思い出すから、書くの時間かかるけど勘弁ね。サコンジ頑張れ。1時、セブンに4人集合。そんで少し雑談してた。シゲルは普段通りに喋ってた。大丈夫なんだなぁと思って一人で飲み物選んでたら、いきなりシゲルが近寄ってきた。なぁ、昨日風呂上がった後、俺ってお前にメールした？うん。ちょっと履歴見せて。俺は携帯出して、深夜に松崎と変態話した履歴を急いで消して、シゲルに渡した。うっわ、何これー。記憶ねえの？っていうか気づいた時には朝だったし。まあでも青がうまく処理してたみたいでよかったわ。こいつ気違いだなと思って俺らはセブンを出て、チャリでカラオケに向かった。そして普通にカラオケが始まった。自分の携帯見ればいいじゃん。ナイスツッコミ。なんか自分の履歴、青が処理したみたいで消えてたらしいです。シゲルがすごい声でホルモンの曲歌ってた時、ペドロが話しかけてきた。なあなあ、多重人格さん、幼女出してみろよ。幼女？おいでかい声で言うなよ。シゲルに聞こえたらまずいって思ったけど、熱唱中で聞こえてなかったみたいだった。昨日のメールのこと、ペドロに言っといた方がいいかなと思って。ペドロちょっと相談あるんだけどいいか？ちょっとトイレ行ってくる。あ、俺も。俺らはトイレに行くふりをして、受付んとこの椅子に座った。昨日のメールの内容、全部見せるのも時間かかると思うから。一通り俺が説明してから、シゲルのメールを適当にパパッと見せた。そしたらペドロが大笑いした。病院行った方がいいんじゃねえのあいつ。ちなみにこれ俺だけに相談してるらしいから、シゲルには言わないでな。昨日お前が送ってきたのシゲルの文かよ。やっぱ痛いとこついて、早めに対処した方がいいって。お前からずらんと言ってくれない？いやあいつ最近調子こいてるから、もうちょっと踊らせた方がいいと思う。
ここら辺で、時間が経って心配したのか、松崎が俺らのところに迎えに来た。三人で部屋に戻ったら、しげるが一人でミクミク歌ってた。ちなみに松崎には言ってない。連続でしげるが歌入れるから、しげるばっかり歌いっぱなしで、俺とペドロは小声で話した。ここでしげると俺らで、多重人格について会議すんのもいいんじゃない？しげるにこのこと、誰にも言うなって言われたから俺が気まずくなる。人格の中に幼女いたっけ？女は青だけ。緑はまだ知らない。さっきから幼女とか何の話だよ。幼女と好きな色の話。一人で歌いまくってごめんな。俺しばらく歌わないからみんなどうぞ。あとはペドロカラオケタイム。ちなみにペドロたちはどんな歌を歌ってたんだ？俺はアニソン、デジモンとかハガレンとか、シゲルはバンプとホルモン、ペドロはハルヒとかそういう系の。あと東方？とかいうのも歌ってた。松崎はポニョ歌って下手すぎって、笑われてショック受けてそれしか歌ってない。その後はシゲルの多重人格のことなんか、みんな忘れたように普通にカラオケ楽しんでた。でもペドロに携帯渡して履歴自由に見てもらって、大体のこと把握してもらった。カラオケ終わって5時頃、近くの百均に行った。そしたら、また俺が一人のところにシゲルが近づいてきて。なあ、今日俺おかしいとこなかった？ああ何もなかったよ。よかった。このまま人格がもう出てこなければいいんだけど。気持ち悪かったから隣のコーナーに移動したら、ペドロがすぐ近くにいた。盗み聞きしてたっぽい。ちなみにシゲルは他のコーナー行った。聞いてた？完全に頭怪我してる。あのままだと、バレた時とか自殺しそうじゃね？中学の頃から痛かったから大丈夫だと思う。6時前、百均を出て、そろそろ解散するかってことになった。砂利で進んでしばらくして、俺と松崎、しげる、ペドロで帰る道が分かれた。んじゃ、またな。ペドロが自分の家の方向に自転車を向かせ、しげるとすれ違った瞬間に、しげるに向かって。緑の人格を預かった。欲しければ幼女の人格を渡してもらおうか。って言って全速力で自転車こいで帰った。ちょ、おま。って思って、じゃなあと俺はすぐにしげると別れた。そして家に着き、報告を書いてる。今ここ。ペドロ。ペドロは期待以上の働きをしおるな。友人がいきなり多重人格告白してきた、後編。さて、メールした方がいいか。去り際の一言について、左近次かペドロにしげるからはメールないのか？ない。ペドロとシゲルの両方に安価しようぜ。ペドロの最後の一言に対してのシゲルの反応はどうだったんだ？慌てて帰ったから反応はよくわかんなかったけど普通だった気がする。とりあえず俺が気になるからシゲルにメール。27 27ドガース使うわ。27送った。来た。ポケモン昨日プラチナ発売したみたいだな。買ったの？それよりも今大変なことになってる。45どうしたって聞かれたいの？45送った。ちなみにペドロはパソコン使わないし、携帯使いすぎで怒られて、ウェブ禁止されてるから、召喚は無理だ。松崎は知らん。来た。どうしたも何も、俺から一つ人格が消えたんだよ。お前、昨日のこと誰にも言ってないよな？緑か。70。64。それは緑のことだな。ここだけの話、ペドロは組織の人間なんだ。気をつけろ。70。64。70億た。来た。組織って何？ペドロって妙な力でも持ってんの。つうか緑もいたんだな。そいつは多分ペドロが今持ってる。ペドロの思うツボじゃねえか。100。100。そいつは大事な人格だ。取り返せ。100億った。はて、大事な人格とは。あなたは緑を知らないはず。しかしペドロというやつに奪われてしまったのは事実。私には何もできません。青来たこれ。140。幼女の人格がいないか聞け。140送った。幼女来るかな？楽しみ。幼女来たらペドロ歓喜。来た。緑は幼女ではありません。ですがペドロという人のところにいるのならば、彼にも迷惑をかけると思います。なんとかして返してもらいたいのですが、彼からメールが返ってきません。164。164。青ちゃん今日も可愛いね。164送った。果たして青は出れるのか？出れてほしい。来た。お世辞は嫌いです。もしかしたら、キャツのせいで、私たち人格は全てなくなってしまうかもしれません。その方が、主人格にとってはいいのかもしれませんが。192。192。実は今もお前の中の人格は、ペドロに吸収されつつあるんだ。
すげえ。ペドロかっこいい。192送った。なんか安価の近く怖え。つか人格を強奪って。払いてえ。なんか松崎からメール来た。トッポ。なにこれ。え、松崎。松崎かわいすぐる。松崎再登場。松崎はシカトで青タンから来た。本当、ですか？死ぬのは嫌ですね。一体ケツは何者なのか。ペドロラスボス級、231。231？ 忘れたか？ケツは、黒であろう。231送った、来た。まさかケツも人格を。そんなことがあるんでしょうか。少し長く話しすぎましたね。そろそろ変わります。誰にドア？270。270、赤と話がしたい。ここで赤。270送った。赤ってドキューンだよな。八つ咲きにされるぞ。八つ咲きは黒だぞ。来た。あ、わかりやすいドキューンだな。301。301？ あのさ、俺の親とかタゲの親御さんにも相談しようと思う。タゲはダメって言っても困るのはタゲだろ？いきなり他の人格が事件起こしたりする可能性だってあるわけだよ。他の人格の時の記憶なくなるでしょ？抑えられるとか言ってたけど、メールの間に何回も人格変わってるから説得力ないし、無理だろうし、もしそうなったら俺は悲しいし、なんでタゲのためにしてやれることをしてやらなかったんだと後悔する。タゲの親とか周りにも知らせて、対策しなかったんだろうと絶対に思う。だからタゲが何と言おうと意思は変わらない。一応聞くけど、タゲの親御さんに相談してもいいよね？ 301、ついに来たか。なげー。とうとうこの文章を送る時が来たのか。とうとうこのスレもクライマックスに。巣に戻って全力で止めようとする二重ペリカ。送った、さあどう来るか。来ないから追撃暗化しようと思ったら来た。投げよう全員だけど、読む気なくす。親に相談とかぶっ殺すぞ。そんなに俺ら消したいわけ？今なぁ、俺らの方ドタバタしてイライラしてるわけ。一個人格消えるだけでこっちは大惨事なんだよ。もうね、362。362、さっきからうぜえな。お前精神科行ってきたら？362送った。あと松崎から追撃。満月やばい綺麗だぞ見てみ。うっさい邪魔。はっきり言った。松崎かわいいなおい。松崎、情報をありがとう。盛り上がってまいりました。赤から。お前が行けよ。なんで喧嘩腰？小学生か？もうメールしてくんな。どっかで見たパターンね。420。420、ビビってんのか？420送った。待て。よ。松崎にメール送ってもらって、赤が出たら。遺体がそのままだったらよくないか。いいなそれ、来た。だから、メールしてくんなっつってんだろうが耳あんの隠す。メールで耳って言われても。460。460、違う。俺は黒だ。お前とは初対面だ。460送った。俺黒になったか。黒来たこれ。黒。来た。じゃあ黒同士だね。よろしく。これ黒か。八つ咲かれる。490。490。八つ咲き。パンチパーマはいかがですか？パンチパーマかよ。490送った。青タンによると、シゲル黒は頭のおかしい奴のはずなのに。シゲル黒の設定忘れてないか？確かにキャラ違うな。シゲルの中の人たち、必死すぎ。パンチパーマ？どこが黒なんだ？いつもと同じじゃないか？嘘は嫌いだな。満月の夜は、殺人事件が多い。じゃあ、538。538？ そうだな。満月の力はペドロの能力を格段に上昇させる。ペドロの能力は、相手の人格を破壊する力。気をつけろよ。538送った。そういえばペドロが空気だったな。青です。ペドロの能力、教えてくださりありがとうございます。ケツはやはり危険な存在でしたか。再びケツに会った時が、私たちの最後でしょう。0時回ってないのに、昨日の0時以降より入れ替わり激しい。575。575。550。次に青が来た時よ。青もみんなをまとめて大変なんだな。これ読んだら、シゲルには読めないように削除してくれるかな？俺、〇〇にシゲルが好きだって相談されてたんだけど、当のシゲルがそんな状態じゃ、難しいよな。〇〇には俺からうまく断っておくよ。実は松崎からも〇〇が気になってるって相談もされてるし。ああ、急にこんな話出してごめんな。青は松崎とは面識ないもんな。
青も削除したらこの話は忘れてくれ。うん、丸々にタゲが気に入ってそうな、クラスメイトの名前入れて。575気に入ってそうなっていうか、クラスでモテてる女の子入れて送った。これは期待。クラスでモテてる子涙目。返事遅い割に短いの来た。嘘？ああ。622。622？ マジなんだけど、お前今誰なんだ？しげるなのか？622送った。みんなの大好きな松崎からメールが来たよ。爪楊枝タワー作ってたら風来て倒れたんだけど。あと、明日って軍手いるっけ？ああ、そういえば明日朝6時くらいから、地区ごとの配信回収の手伝いがありました。ちなみに俺と松崎は同じ地区でした。松崎かわいすぎ。虚しい。これには返してあげなよ。松崎には、いるってメールした。しげるから来ない。来ない。来ないぞ。そろそろ崩壊かね。朝早いから早く寝たい。追撃。同じく追撃。追撃、670。664。タゲの人格が出れないなんてすごい重症だよ。やっぱ親に相談した方がいいみたいだね。で、親に深刻そうに相談して後に、タゲに相談したって追撃メール。670。664。670。俺が親に言うってこと？タゲの人格が出れないなんてすごい重症だよ。やっぱ親に相談した方がいいみたいだね。おメールして。親に深刻そうに相談した後に、タゲに相談したって追撃メール。ん？親に相談するのは無理だな。仕事中だし。とりあえず上野に要送信する。来た。俺の方は大丈夫だよ。メール以外なら人格も抑えられる。だから〇〇には心配しないでって、言っておいてくれないか？何こいつ都合よく。697。697。しかし大丈夫なのか？0時前後は人格の入れ替わりが激しいはずじゃ。697億た。ありがとう。でも眠くないのか？だとしたり長引かせて非常にごめんなさいなんだが。俺は眠くないよ。ただ明日起きるのが辛いかもしれない。来た。そうだな、0時前に寝れたら本望だ。そういえば明日廃品回収だろ？俺の地区5時半集合なんだよ。だからそろそろ風呂入って寝るな。じゃな。昨日と同じパターンになるわけか。じゃあここで俺も風呂入ってきますね。上がりました長風呂でごめん。メールが一件来てた。しげるからは来てなかった。0時3分、ペドロから。よ、って絵文字、しげるとメールした？俺は南角寺殺しげるから、お前何者？緑はどうした？って、今日言ったこと真に受けてるみたいで、気味悪かったからスルーした。763。763。ペドロ、君はまともだよな。763送った。来た。シゲルと比較すれば誰もがまともだろ。まだ解決してないだろ。緑の人格は、幼女になるように俺が調教してるよなんつて。一番楽しんでるのこいつじゃないか。775。775。シゲルの中にまだ幼女の人格がいるかもしれないから、メールしてみれ。775送った。来た。やだよあいつ怖いもん。もう明日くらいにはお前からじきじき言った方がいいぞ。メールじゃなくて実際に。そろそろやめたらって。初めてまともな答えを。てかそろそろ眠いわ。786。786。オッケー、お前も付き合ってくれよ。786送った。つうか俺がじきじきに言う勇気なんてないんですが。真面目に言って、何マジになってんの？とか言われたら逆に恥ずかしいな。黒には気をつけないとな。来た。やだ。お前が相談されたんだろ。お前がしなさい、お声文字。あ、思ったんだけどさ。俺が緑だけじゃなくて他の人格も全部奪ったってことにすれば終わるんじゃないか？面白みはないけど、笑い。眠い。800。795。お前の設定は組織の人間で、人格を破壊する能力を持つ者にしてある。この設定でシゲルにメールよろしくな。ところでさ、実は俺、シゲルの中の青の人格に恋しちゃったんだ。青ちゃんは14歳で貧乳で超俺好みなんだよ。どうすればいい？800。795。800送った。来た。むしろそれ俺好み。人格に貧乳とか。って俺そんな能力持ってるの。じゃあ青だけ残して主人格他破壊してやろうか。主人格も破壊する発想はなかった。つかまじ眠い。そろそろ閉めて。812。811。頼むわ。シゲルの主人格壊して青タンと 3P しよう。言い忘れてたけど青タンは14歳貧乳オスだから。
812。811。811最後に強制的に、お休みつけて送りました。来た。男に興味ありません。左近次がそんな趣味だったなんて、冗談で受け流しておきます。じゃ、おやすみ。じゃあここで一区切り。明日配信回収であったらいろいろ茂ると話しときます。ちなみにここは落としておけ。明日いつすれ立てるかは不定期。それじゃ皆さんおつ。おつ、楽しかったぜ。何か進展あったら報告しに来てね。おつ、おやすみ。左近次おつ、おやすみ。翌日、イッチがまた新しいスレを立てました。遅くなりました。ごめん。9時頃に帰ってきたんだけど、眠くてしゃあないから寝ちゃった。じゃ配信回収であったこと、スローペースで報告するよ。左近次来た。6時から配信回収始めた。俺と松崎は地区同じで一緒のグループ。シゲルとペドロはそれぞれ違うグループ。で回収してから、市の中学校に集まって、配信分別してトラックに積み込んだ。どのグループも一旦中学校に集まるから、ペドロとシゲルにも会った。作業に一生懸命だったから、雑談とかできなかったけど、休憩時間になったら、ペドロが俺のとこに来た。今シゲルに行っちゃえば？俺そんな勇気ないんだけど。それよりもさ、俺シゲルに避けられてるみたいなんだけど。お前の人格破壊能力に怯えてるんじゃないの？さすがに学校でもこれだと気まずいだろ。じゃあ俺がシゲルちゃんのために、一肌脱いであげようかな。グループ仲間と話してたシゲルのところに、ペドロが走っていった。ペドロに期待。ペドロならやってくれる。遠くから見てたんだけど、ペドロが近づくとシゲルビビってた。で、ペドロがシゲルに何か言って、すぐ走って戻ってきた。何言ってきたの？緑の人格は俺が幼い女の子に転生させた。つまりお前の人格は破壊された。すべての人格を壊されたくなかったら、さっさとお前の真実を暴け。って、もう少し長かったけど忘れた。ちょ、何が人肌脱ぐだよ。大丈夫、これも戦略だから。休憩が終わってまた作業開始しても、相変わらずシゲルはペドロ避けてるし、俺にも話しかけてこなかった。今日一日挙動ってた。帰宅。9時頃寝る。起きる。報告書く。今ここ。配信回収お疲れ。ペドロ作詞だな。松崎空気。あと、11時頃ペドロからメール来てた。俺頑張る。ペドロ以外にノリノリ。何を頑張るって言うんだ。ペドロは男だな。ペドロ。安価しないの？じゃペドロに安価。45。45。ぬわー。意味不。45送った。来た。どうした？何かあった？56。52。お前のシゲルへの作戦を詳しく教えてくれ。56。52。56送った。ちなみに今日聞いたんだけど、ペドロの、ウェブ禁止は解放されたらしい。来た。ん？俺は未だに格闘中よ。まあ後にわかる。シゲルにも安価する？何と格闘してんだ。緑か？ペドロ降臨させようぜ。ペドロ召喚に一票。ペドロにこのスレの URL 送信せずに、何をすると言うんだ。そんじゃもう、召喚さするわ。名前設定とか教えとく。召喚来た。教えた。けどペドロにビップ歴は皆無。ペドロ。確認した。本人だ。ペドロ来た。なんで俺ペドロ。しっかり取り付いてるじゃねえか。メラーだろペドロ。ペドロのペドロっぷりに吹いた。ペドロ。よく来なすった。で今からどうしたらいいの？左近次はここで面白おかしく、友人をからかってたのね。お前もそのうちの一人だということに、気づいていないようだな。おっと誰か来た。何やる？って言ってもやることは安価メールくらいか。俺さっきまで津川とメールしてたんだけど、それ説明する。名前ごめん津川じゃなくてしげるね。津川しげる。だと。津川、だと。津川。ちょ。わくてかせざるを得ない。ごめんメール確認して書くのめんどい。左近次に転送するから左近次書いて。来た来た。ワクワクテカテカ。寸止め。ちょ、ミスター。あとペドロは、ここ書き込むのめんどくさいとか言って閉じた。イカシゲル VS ペドロ。今日のあれ、何？さあ真実を暴いてください。面白くない冗談だな。最近変だぞ。怒らないから言ってみなさい。お前のせいで俺と左近次は困ってます。むしろ困ってるの俺なんだけど。つうかなんで途中からペドロ入ってきたの？俺もお前と同じ能力を持っているからだよ。なんかお前、怖いよ。まだ続く。ペドロ。
ノリノリ。怖いのはお前だよ。ペドロ。楽しんでる。お前と同じだよ。お前の今の気持ちがサコンジの気持ちだよ。だからな。はっきり言うけどな。もうみんなわかってんの。わかる？もうみんなわかってんの。おい、追撃。イカずっと続く。おい。二両目のシゲルのメールはから。シゲルが別人格が出てくるぞ。シゲル壊れた？サコンジにはシゲルから連絡はないのか？ない。シゲル黒が出てきたんじゃね。え？もうダメだ。こんなのに真面目にならないでくれよ、笑い。ドフサジェはスドハーケイスドハジルジケイクズルジェ。シゲル。ええー。いや、ペドロをかわすための。不利かもしれないぞ。来たー。やっぱサコンジがお前に教えたんだな。ペドロを相手にするとどうしても勝てません。釣りにしてもひどすぎ。だってサコンジ簡単に騙されるんだもん。俺突っ込まないからね。それはそうとサコンジにこのこと言っとけよ。どうせならもうちょっと騙したいな。やってみれば。なんて送ればいいと思う？で終了してるらしい。ペドロがシゲルになんて変身するか迷ってるところ。ということでペドロが使う用の安価186。186。緑取り戻せた。やっと俺の中が戻ったぜ。と言わせる。186。ん？どういうことだ？ペドロ、シゲル用の安価だよ。シゲル、サコンジ。になんて送らせるか、ペドロに相談したことに対する返事の安価だと思ってた。あ、把握した。186送った。186の内容がペドロの助言ってことだろ？そう、そういうつもりだった。まとめる。俺、ペ、シゲルに緑取り戻せた。やっと俺の中が戻ったぜって送れって送ってくれ。ペ、俺、了解。ペ、し、緑取り戻せた。やっと俺の中が戻ったぜ。って送れ。こんな感じ。今ペドロがシゲルに送ったらしい。シゲルから来た来た、言うまでもなく。緑取り戻せた。やっと俺の中が戻ったぜ。216。216。緑の人格と話がしたい。青タンだせ。216送った。来た。緑は今怯えています。残念ながら出すことは難しいです。プー、クスクス。237。237。青ちゃんに大事な話があるんだ。緑の人格はどうでもいい？青ちゃんを出してくれないか？237今青なんじゃないの？送った。シゲルからしたらもう訳がわからんだろうね。シゲルの変身楽しみだ。来た。出ていますよ。用事とは一体？255。249。わざわざ呼び出してごめんな。青ちゃんに真剣な話があるんだ。俺？青ちゃんに恋しちゃったんだよ。もうペドロにも相談して話はつけてある。ペドロの人格破壊能力で、キンキンシゲルの身体にある人格は、青ちゃんを残して消えてもらうことになってる。君のことは一生俺が守るよ。255。249。255送った。期待。さあ、どう来る？来た。デタラメもいい加減にしてください。主人格が消えることはありません。それに私たちは、ペドロと和解しました。和解。285。あとペドロから転送。なんか青が告白されたんだけども。笑い泣き絵文字。285。昨日言った通りに一応親に相談したんだ。タゲの親御さんにも連絡行くみたいだからよろしく。あと内緒だって言われたけど、連絡網でみんなには行くみたいな流れになっちゃったんだ。ごめんね。285A なんか終わりそうじゃないか？送った。来た。307。306。なんか今日みんなの態度に思い当たる節なかった？ちゃんと通院しようぜ。な。307。スレを見せる。津川、ネットは PSP でしかできなかったはず。マジか、PSP で来てくれるかどうか。とりあえず、306送っていいかな。オッケーオッケー。なんと。クライマックスか。緑ちゃんと話がしたかった。俺が緑になってあげる。うー、お兄ちゃん、ダメー。ダメだこいつ。早くなんとかしないと。一番怖い。ペドロ。遅い割に短く来た。か。さてそろそろ。346。346？ そうそう。いい加減に言わせてもらうけど、いい暇つぶしだったよ。346送った。ペドロから転送。おいペドロてめえ。ブフー。ペドロに逆ギレ。とばっちり。お前ら松本のこと忘れてないだろうな。そういえば柏崎のことすっかり忘れてた。
ヒノキ崎か。懐かしすぐる？結局津川茂はこのスレ見たのか？見てない、見せても見れるかどうか。ちなみに3時ごろ松崎から、財布なくしたんだけどってメール来てたけど、スルーしたのは内緒。茂に追撃。385。385。URL、ここ見てみろ。385送った。茂にこの流れが通じるといいな。来た。何のアドレス？パケット限界だから無理や。410。411。お前は俺を釣ってたつもりかもしれないけど、釣られてたのはお前の方だよ。メールの内容は全てネットに晒してある。あと津川って名前もな。ちなみにペドロは俺の共犯な。ざまあ。これは411送った。松崎の財布俺持ってたんだけど、カラオケん時間違えて持って帰っちゃった。ちょ、返してやればか。ペドロ。ペドロわざとだろ。お、ペドロから転送。ああ、裏切ったなペドロ貴様。長いのでいかやく。発狂した。なぜかしら歯の矢がすべてペドロに向けられているけん。裏切りでもないけどな。真実を知ったのか。俺にも来た。はあ、お前それお前に構えからお前、死んで。ウェ。なんて言ってるかわかんねえ。二日前からと言いたいのか。みんな忘れてないか？モテコという伏線を。モテコ使っておだて上げた、シゲルをまた叩き落とそうぜ。シゲルはモテコのアドレス知ってるのか？知らないならモテコになりきりアンカメールと言うても。モテる女の子のアドレスなんて俺が欲しいわ。正論。ペドロなら。ペドロなら何とかしてくれる。うちね、津川くんのこと好きなんよ。それだけ言いたくてメールしました。だって、顔見たら言えなくなるから。ようやく言えた、うちの2年分の気持ち。いつでもいいから返事もらえたら嬉しいです。あ、アドレスはサコンジくんから聞きました。ほんと勝手にごめんなさい。モテコ、フリーアドレス取って送ろうぜ。ペドロも松坂も持ってないみたい。それはさすがにいじめってレベルじゃないだろ。どうする？今日はお開きにする？それともそろそろ幕下ろす？3連休終わりだし幕下ろそうぜ。サコンジの家に呼んで一緒にこのスレ見れば？しかし家呼ぶとなると、明らかに今日中に幕下ろすの無理だな。今日は閉じて、明日の学校での様子が知りたい。サコンジが消えたけん。サコンジの周辺は、ネット環境が整っていないのが痛いな。そうなんだよな。勉強もあるしそろそろ幕下ろしたいところなんだが、締めをどうしましょう。明日みんなにメール見せて回るかいフラス。このスレ回覧板で回せばよかったのに。最後までハブられていた松崎に、安価メールして締めくくろうぜ。ああ、締めの内容できたわ。松崎からメール来た。松崎来た。わくてか。最後に松崎とは。さすが松崎。タイミングいい。昨日倒れて断念した爪楊枝タワーが完成しました。皆さん、この3連休の3日間、付き合ってくださった方、欲してくださった方、本当にありがとうございました。友達関係も元に戻りそうで安心。松崎のメールで締めるのが尺ですが、お疲れ様でした。友達関係も元に戻りそうで安心。ちょ、津川は、釣りじゃないのか。おつ。久しぶりにハイクオリティなアンカスレを見せてもらった。トンクス。お疲れちゃん。おつ。楽しませてもらったよ。本当に楽しかった。サコンジおつ。ペドロも松崎もおつ。いかがでしたか？なんと途中からはペドロもスレに登場し、楽しませてくれました。結局最後はネタバラシをして終わりましたが、その後仲良くやっているのでしょうか。松崎の爪楊枝タワーも完成して、よかったですね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。